ラザール・ベルマン、ラザール・ベルマン、ラテン、文字の転写例、1930年2月26日、レニングラード2005年2月6日フィレンツェは、旧ソ連出身のロシア人ピアニスト。レニングラード、原ンサンクトペテルブルク生まれ、両親はユダヤ人であった。母アンナは、レニングラード音楽院、原ンサンクトペテルブルク音楽院出身で、 聴覚障害により引退するまで自らもピアニストとして立っていた。その母親の手ほどきでピアノを始め、3歳で初めてコンクールに参加し、4歳で最初の演奏会を行う。7歳の時、まだ楽譜が読めるようになっていなかったにもかかわらず、モーツァルトの幻想曲と自作のマズルカを録音し、エミール・ギレディスから音楽界の振動王と呼ばれた。9歳になると、 家族に連れられ、モスクワに移り、モスクワ音楽院でアレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルに指持する傍ら、スビアトスラ・フリヒテルやブラディー・ミル・ソフロにつき、マリア・ユーディナからも指導を受けた。10歳で、モスクワフィルハーモニー管弦楽団と共演して、モーツァルトのピアノ競争曲、第25番を演奏し、公式デビューを果たす。1941年に、第二次世界大戦の勃発により、 ゴルガが赤ンの空意 V シェフへ疎開を余儀なくされる。生活状況の悪化から、母親は、息子の指がかじかむことのないように、自分の手袋の指を切って、息子に手袋の指を与えなければならないほどだった。間もなく、国際的な日の木舞隊に少しずつ進出し、12歳の、時の、ラ・カンパネラの演奏は、ラジオ放送を通じて、イギリスの聴衆にも知られるようになった。 1951年のベルリン国際青少年音楽祭と1956年のブダペスト国際音楽コンクールにおいて優勝し、1956年にはウラジミール・アシュケナージと共にベルギーのエリザベート王妃国際音楽コンクールに参加し、5位に入賞している。1958年にはロンドンで演奏会を行い、サガレーベルに録音を残した。 音楽院卒業と共に国内と東欧諸国において精力的な演奏活動に入る。とりわけ、ハンガリーではフランツリストの再来として絶賛された。1961年に同じくピアニストであるバレンティナ夫人と結婚。二人の一粒種のパベルはバイオリニストとして活動している。ベルマンは後の1992年5月にプラハの春音楽祭に 息子と共に出演し、スメタナホールにて、ブラームスのピアノ競争曲第1番を弾き、息子のパベルも同バイオリン競争曲を演奏。スプラフォンレーベルより2枚組の CD を発売している。1960年代になると演奏活動が下火になり、やがて沈黙を続ける幻の演奏家とみなされるようになったが、それには工述のような事情が絡んでいた。また、ベルマンは、 この当時の10年間にピアニズムを研算し、オペラのベルカント歌唱を研究、ロングペダルによるレガート奏法を体得するのに費やした。西側諸国でもソ連のメロディアレーベルの録音に親しんでいるような工学家やソ連旅行をしたことのある人の間では、ベルマンの名が知られていたが、それでもベルマンが1975年にアメリカ合衆国に演奏旅行を行うまでは、 概してその名が鉄のカーテンの外で有名であったとは言い難い。ニューヨークデビューではリストの超絶技巧練習曲を演奏して電撃的な大評判を巻き起こしたアメリカデビューはマイアミ大学のスポーツアリーナ。ニューヨークタイムズ氏はベルマンの目も眩むようなテクニックはホロビッツだけがライバルになることができるものと絶賛している。この批評に対してベルマンは 恐れ多いことだと語っている。それまでに、すでに、ソ連ではおおむね演奏活動を制約され、古びて、ガタガタのピアノ、象下の鍵盤のいくつかは剥がれ落ち、透かし彫りの譜面台を照らす照明はろうそくだったで、演奏しながら、なお様々な聴衆の関心を集めていた。外国からの演奏旅行の調整は、ソ連の管理音楽代理店である、ボスコンチェルトによって無視され続けた。 ベルマンは二室からなるモスクワの狭いアパートに住み、そのうち一室はグランドピアノに占領されていた。後年、ベルマンはピアノを離れて散歩に行くとか映画を見に行くとかという気持ちには全く慣れないと語っており、ピアノに一心を捧げていた。だが九百七十五年の米国デビューの後に、ベルマンは引くてあまたとなり、ドイツグラモフォンや EMI、CBS らが奪い合うようにして、 録音に寄与した。ベルマンは、チャイコフスキーのピアノ競争曲第1番を、ヘルベルト・フォンカラヤンの式で録音しただけでなく、1976年には、国際連合の日を記念して、アンタルドラティの式で、国際的なテレビ放映に出演した際にも、演奏した。1977年には、初来日して、やはり、クラシックファンの注目を浴びた。この時、 北海道の札幌で行われた演奏会の模様が東京 FM で TDK オリジナルコンサートとしてラジオ放送されたが、ベルマンの強い意向により、その音源はビクターより札幌リサイタとして発売された。また、ベルマンの語るところによれば、日本文学の古事記を愛読した。イギリスでの演奏活動は1970年代後半から1980年代初頭に、 行われた。1976年12月に、ロイヤルフェスティバルホールに出演してプロコフィエフとリストを演奏し、1978年には、クラウス・テンシュテット式ロンドン公共音楽団と共演して、リストのピアノ競争曲第2番を演奏した。1984年にはプロムスに出演し、ジョンプリッチャードの式でチャイコフスーのピアノ競争曲第1番を披露した。 1970年代後半には、クラウディオ・アバド式ロンドン交響楽団の式により、ラフマニノフのピアノ競争曲第3番を録音している。また、ハチャ・トゥリアンのピアノ競争曲を作曲者自身の式で録音される計画もあったが、作曲者の死去により実現に至らなかった。ソ連当局はその頃になってさえ、断続的にベルマンの演奏旅行を縛ろうとした。 1980年にランダフ音楽祭への出演はキャンセルされることになった。西側での演奏旅行が済むと KGB の監視役がベルマンの旅行カバンからソ連邦でコハットのアメリカの文芸作品を押収したのである。結果としてソ連当局によってベルマンは要注意人物に名指しされその活動は禁じられた。ベルマンがユダヤ系であるために事態は こじれるばかりであった。ソ連において、ユダヤ人は反体制の落印を押され、国外逃亡を行うやからとみなされていた。上記の理由によりベルマンは、グラモフォに1980年に、ラフマニノフの前奏曲集と、コレッリの主題による変奏曲を録音したのを最後、西側のメジャーレーベルから姿を消しているが、1986年に、テミルカーノフ、 ベルリン放送協とチャイコフスキーのピアノ競争局第1番の原点版を録音している。しかしながら、ソ連邦の存続が危うくなり、このような妨害活動の回数が下がると、ベルマンはついに、ロシアを去って1990年に、イタリア入り、イタリアでの彼の評価は高く、人気を、ミケランジェリと二分していたし、1995年に、フィレンツェに定住した。 イタリア移住に前後して、ファッツより社のピアノを愛用するようになり、1988年に再来日した際にもこの名器を用いて演奏を行った。おそらく、日本で公的な演奏に、同社のピアノを用いたのは、ベルマンが初めてであろう。亡くなるまで、マスタークラスを主催し、日本人では、ネギシやヨイ,やオイヒロア大井弘明が、ベルマンの訓導を受けている。 没後にドイツとロシアで回想録が出版されている。私は19世紀の人間であり、ビルトゥオーソと呼ばれるタイプの演奏家に属していると自認していたように、鮮やかな超絶技巧と芝気たっぷりの演奏、細やかな情緒表現と強靭なタッチが特徴的で、一夜で三つのピアノ競争曲とそナタ一曲を弾き切ったこともある。スクラービンやプロコフィエフを除いて、 近現代の音楽の演奏にはさほど興味を示せず、勢い19世紀のロマン派音楽がレパートリーを占めた。リスト作品、とりわけ超絶技巧を練習曲の比類ない解釈で、1977年にはハンガリーよりフランツリスト賞を授与されている。19世紀の大抵の作曲家のピアノ曲をレパートリーにしていたが、初版作品だけはなかなか弾こうとしなかった。 もちろん以前は弾いたのだが、何年間も、ワルシャワのショパン国際ピアノコンクールに参加したけれども、入選しなかったんだ。自尊心がひどく傷つけられてね、それからは二度とショパンを弾かないって誓ったのさと語ってる。ただし1970年代には、ドイツグラム本にポロネーズ州の録音を残しており、また当時の演奏会の映像にも、ショパン作品の演奏を認めることができる。 ソフロニツキーの君等を受けたにもかかわらず、インテンポで粛々と演奏を進め、アゴーギクをほとんど崩さないのも特徴的である。ベルマンは楽譜に示されたペダルの長さを厳格に守る傾向もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。